今、まあ、ホステルに泊まって、まあ、寝ようとしてたんですけど、まあ、ちょっと全然寝れないんでちょっと外に出てみようかなと思って今、外に出てます。今、泊まってるエリアは台北の西面っていうエリアで、まあ、漢字でいうと西門ですよね。で、まあ、渋谷みたいなね、日本でいう渋谷みたいなところに泊まってるんですけど、もうほんと徒歩ね 2,3 分で西面の、まあ、中心地というかね、行けるんで、行ってみようと思います。というかもうほとんど着きましたね。すごい、やっぱりでも人は全然いないな、当たり前か。まあ、そんな感じでちょっと歩いてみましょう。ここがまあなんていうかな、C面の入り口みたいなところですよね。一応まあセブンイレブンとか開いてるけど他の店は閉まってるかもしんないな。感触台北めちゃくちゃ治安いいからな、なんか全然一回も危ないと思ったことないんで、多分夜出歩いても全然大丈夫だと思いますね。まあ調子乗りすぎると危ないと思うけど基本的には大丈夫。誰もいねえな。あ、ほんとここ昼間とかめっちゃ人いるんですけどね。うわ、誰もいねえ。あ、ゲームセンターみたいな UFO キャッチャーみたいなのは一応やってますね。すげえなUFO キャッチャーって24時間やってんだ。まあ、こんな感じで、あ、ちょっと BGM が入ってるんであんま長居はできないですけど、こんな感じで UFO キャッチャーあります。あー、すごい、ほんと誰もいないな。てか車とかそこに止めてる、すげえ。あー、でもちょっと人が出てきましたね。また UFO というか、この時間に T シャツ売ってるってどういうことよ。すげえな、T シャツ売ってるしウケる。売れんのかな。ちょっとまたUFO キャッチャーあるし、24時間やってる。お、すげえ、屋台街みたいになってる。おでんみたいな。あ、これ選んでやってくれる的なことか。焼き鳥うまそうじゃん。焼き鳥うまそう。さっき歯磨きしちゃったんだけどまあいっか。台湾の焼き鳥どんな感じなんだろう。これいくらですか。60元200円ぐらいかな。どんなもんでしょうか、味は。めっちゃうまいわなんだろうな、鳥って感じするわ。もう焼き鳥っていうよりも鳥です。鳥を食ってる感じ。うまっ。こういうのでいいんですよ本当に。もう鳥をただね串に刺してやるのが一番うまいです。胡椒もめちゃくちゃかけてくれたし最高。それにしても人がいない。いいね、これぐらいの方がなんか開放的でいいっすね。この時間でもコマーシャルというかテレビはやってるんだ。あ、ちょっとセブン行きたいな。セブンで飲み物買いたいな。ここね、この時間に売れんのかねこれ。何売ってんだろう。このなんかケースみたいなの売ってますけど、すごいね。これも売ってるんだ全部。24時間営業かな。いや、似顔絵、この時間に似顔絵って、午前2時頃ですけど似顔絵をやってるっていうことで、まあちょっとセブンイレブンに、やっぱ台湾のいろんな違うもの売ってます。これめっちゃ気になるわ、焦がしキャラメル、すげえうまそう。他にもなんかいろいろ見たことない飲み物がいっぱいありますね。牛乳、俺これにしよっかな。これにしよう。牛乳うまそう。バナナ牛乳、ちょっとこれ飲んでみます。ということでバナナ牛乳的なやつ買いました。じゃあストロー入れましょう。じゃあ味はどうでしょうか。安定。これはもう皆さんがね日本で飲んでるバナナ牛乳と全く一緒ですね。マジで安定っていう感じで、C面は一通り終わっちゃいましたね。で、まあこれからちょっと回り道をしながら帰ろうっていう感じなんですけど、この路地ね、まあ路地じゃないか、普通の道かを歩きながら帰ろうと思います。交差点に出ました。一応なんか明かりは結構ついてますね。まあ多分帰り道こっちだろう。まあ正直もう迷ってるんですけどね、もう帰り方正直わかんない、迷ってる。本当は Google マップで道確認したいんだけど iPhone でこれ今動画撮ってるから確認しようがないんだよね。だから本当に、あ、迷ったと思ったらもう動画終わりになりますけど、うわ、すっげえ、何これ、めっちゃうまそう。お餅。お、なんかイケてる路地、イケてる路地行こう。いいね、こういう路地いいっすね。雰囲気あるわ。でも全然危ない気がしないんだよな。多分すごく安全だと思います、台湾は。この時間でもめっちゃ働いてるわ。あ、これさっきの C 面の通りに出てきましたね。あ、ここバナナミルク買ったセブンイレブン。あ、なるほど。じゃあこっから帰ればもう帰れるんじゃねえかな。 C 面の真ん中あたり来ました。どっちから来たんだっけな、もう全く分かんねえな。多分こっちからだな。こっちから来た気がすんだよな。まあこっちをちょっと歩いていきましょう。入り口あたりにね来ましたね。はい、こっからまたホステルに帰ろうと思います。でこれがあれですね、 LGBT のなんか台湾でなんていうの、同性愛の結婚が認められたとかで、多分それのあれでしょうか、象徴的なやつでしょうか。でホステルがどっちだったかな、確かこっちだね。これを渡っていきます。な感じです。ごいバイクですね。めっちゃ綺麗に並べられてるけど、これ全部警察の車ですね。警察の原付ですね。すごいめっちゃ綺麗に並べられてる。はい、でホステルはもうちょっと行ったところにあります。信号機、夜になるとこうやってめっちゃ点滅しだすんですけど、多分これもう気をつけていけって感じだと思うんですよね。どっちが優先とかなくて、車とか歩行者とかがどうとかじゃなくて、多分気をつけていけよっていう方が効率的だっていうことなんでしょうね。うん、なかなか賢いと思います。今私が泊まってるホステルはここですね。このダンホステル。いや、このホステル結構ねめっちゃおすすめです。1泊1500ぐらいなんですけど、なんかすごい清潔感もあって、なんかシャワーとかトイレもなんか窮屈な感じしないしね、すごいここおすすめ。台湾で3つか4つがホステル泊まったんですけど、ここが一番お気に入りですね、今回の台北の旅では。でまた台北来た時はまたここに泊まるかもしれないです。という感じで、まあちょっと眠れない夜の散歩を、皆さんとしたっていう感じで、はい、お付き合いいただいて、はい、ありがとうございました。ということで現場からは以上です。また明日会いましょう。じゃあ。